俳優の小栗旬と女優の杉咲花が、10日より全国で放映開始される和風だしのもと、本だし。都心 CM、うちの味噌汁が一番うまい編、で初共演を果たし、兄弟役を演じている。小栗旬と杉咲花が初共演同 CM は、兄役の小栗と妹役の杉咲が、本物の兄弟。のように無邪気でどこかほっこりする可愛らしい掛け合いを繰り広げる内容。新社会人となって社会に揉まれている妹と、クールながらも妹思いの兄の温かいやりとりを繰り広げる。CM の放映開始を記念して、撮影の裏側を収めたメイキング動画や、スペシャルインタビュー動画を同日より WEB 限定で公開。同時に、味噌汁をもっと好きになる情報が満載の、本だし、キャンペーンサイトもオープンする。杉咲は、小栗との初共演について、すごくたくさん話しかけてくださって嬉しかったですし、リラックスして撮影できました、と言い、小栗が、楽しかったです。ちょっと人見知りですか?と言うと、いや。違います。初めてご一緒させていただいたので、ちょっと緊張しました。と返答。小栗が、そっか。緊張させちゃってました。とふざけると、違います。違います。と慌てた。また、小栗は、こんな妹がいたらめちゃくちゃ可愛がっちゃいますよね。でも、こんな風に一人暮らしの家に妹が訪ねてきたら、それはお兄ちゃんとしては嬉しいでしょうね。こういう妹いたらいいなーって、ちょっと思いながら CM 撮ってましたけどね、と話し、杉咲も、私は一人っ子なので、兄弟ずっと欲しかったので、羨ましいなと思いました、と語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。